グッドモーニング YouTube。今日は東医療センターの柴橋先生で、ニューイングランドジャーナル、アーリーリズムコントロールセラピー、インペーシェントウィズエーテリアルフィブリレーションということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東医療センターの柴橋です。今日は8月30日に、出ました、アーリーリズムコントロールについての、論文をご紹介したいと思います。まずバックグラウンドですけども、リズムコントロールとレートコントロールの対決は過去ずっと前から言われていて、2002年のアファームが有名ですが、死亡に関して有意差なく、除細動と薬物でのリズムコントロールを行ったものと、通常通りのレートコントロールを行ったものでは、有意差はありませんでした。重症の心不全であれば有意差がつくということで、2008年にニューイングランドに出てますが、EF35% 以下の重症患者を集めて、リズムコントロールを行ったとしても、心血管腫に関して有意差はつけられませんでした。これらをもって我々は今まで日常診療ではレートコントロールをに重きを置いてやってきましたが、2018年の児童先生ミュートになってしまっていた音が、すいません。お願いします。いやいや、大丈夫。あ、大丈夫。言って、うん、その次、うん、アキャスレーフでは、アブレーションによって、リズムコントロールを行う群とレートコントロールを行う群で、対決していますが、インクルージョンの患者としては重症の心不全患者ということで EF が 35% 以下で、 F に関しても触骨性の AF で、ニーハは2から4度の患者群を集めて、アブレーションでのリズムコントロールを行うと、死亡と心不全入院、いずれにおいても、かなりの有意差を持ってアブレーション群で、有益ということが分かりました。かつこれは5年のフォローアップという長期を見てもアブレーション群で有意ということが分かっていて、これが出た後からかなり AF に対しての、アブレーションが積極的に行われているような印象です。しかしながら、2019年のジャマに出たカバナトライアルでは、重症心不全患者ではなく AF をかなりインクルージョンを広げて、アブレーションによるリズムコントロールを行った試験が行われましたけれども、死亡、脳卒中、重篤な出血、心停止の複合エンドポイントにおいて5年の長期で見ると、やはりリズムコントロールを全ての患者に行ってしまっても、ドラッグでのレートコントロールに比較して、有益ではないという、まあ、少しネガティブなデータがカバナトライアルで報告されています。この内訳を見てみると、死亡に関してはやはり有意差がついていなくて、死亡と心血管による入院に関しては、あれ？死亡と心血管入院に関しては有意差がついているのか、ついたのか。ついてます。ついてます。が、そうか、それで心血管の入院っていうのが、まあ、いろいろ、この時には心不全だけではなくてですね、まあ、一泊だけの入院とか、まあ、いろいろ AF の症状だけでの入院とか、少しマイナーなポイントもいろいろ入っていたというトライアルでした。で、AF の再発に関しては、アブレーションで十分抑制できている。なので、AF の再発に関しては抑制できているけれども、死亡に関して、十分な改善を行うことができなかったというのが一つと、あと、この真ん中のやつで見てみると、まあ、半数以上の方っていうのは、AF の患者っていうのは、アブレーションでリズムコントロールを行ったり、ドラッグでレートコントロールを行ったとしても、約5年で死亡または入院加療が必要ということで、やっぱり AF っていうのは、死亡または入院に非常に密接に関わっている疾患ということも分かりました。カバナトライアルはもう一個、ジャマに同時掲載されてましたが、QOL に関しても調べてますけれども、QOL に関しては、アブレーションで治療した群の方が改善していますが、当初3ヶ月でついた差よりも、まあ、5年で見てみると最後の方がわずかな差になっていて、QOL の改善に関して差はついているものの、アブレーションを行ってまでやるほど重要かどうかというのは少し議論が必要というのが、ここの論文でのディスカッションされていたところです。なので、重症心不全患者にはキャスレーフからアブレーションは良さそう。ただ AF を前例に広げると、カバナトライアルでは少しネガティブそうで、まだまだ議論をする余地がありそうということです。であれば、まあ、今まで紹介した患者たちは AF が出現していて少し時間が経った患者で、そこにアブレーションするのはどうかという議論でしたが、
そもそも AF が出た早期の患者にダイナスリズムを維持することはいいんじゃないかというのが、もう一つの議論される場になってきています。これは2014年のヨーロピアンハートジャーナルに出てた、まあ、少し概念的な話になってしまいますが、この赤い線が AF のイベント、この水色の線が心臓の気質のリモデリングを表してますが、この上の群でいうと、気質のリモデリングが全然ないような方っていうのは、PAC などのトリガーがたくさんある患者は AF が出ますが、まあ、すぐに収まるようなパフの出現のみで、まあ、ずっとパーマネントに移行することなく経過する。PAC のトリガーが少ない方であれば、気質が少ないであれば、もう本当に生涯に1度2度ぐらいしかパフが生じないであろう。一方で高血圧とか心不全とか、まあ、いわゆる、ミオカーであるリモデリングがかなり起きてしまっている人っていうのは、トリガーが大きければ最初の頃はパフで済むけれども、そのうちパワーシスになり、ファルジオバージョンが必要になって、後にパーマネントに移行してしまう。なるほど。かなりトリガーが少ない患者っていうのはずっと症状が出ないんですけど、高齢になって急にパーマネントにバンと移行してしまう、うん、こういった方がいるということで、一体どこで AF のアブレーションを介入すればいいかっていうのは分からないですが、この概念からすれば早めに介入してリモデリングが予防できれば、パーマネントに移行することもないんじゃないかというふうに考えられている。これ岩波先生はこの概念についてはアグリーですか？そうですね、まあ、確かに突然持続性で発症する方もいらっしゃって、うん、発症した割にはもうすぐにその砂防がかなり大きくなっている方っていうのもいらっしゃるので、なるほど、まあ、確かにそうなのかもしれないですね。はい、右は、まあ、ほぼ同じことを言ってますが、まあ、そもそも加齢によってどうしてもサブストレートが、80代になってくると徐々にこう右肩上がりなんですけれども、他にはこういった心血管による、まあ、さっき言った高血圧とか心不全ですね、そういったものの心臓のリモデリングで、一番上は AF によって起きてしまうリモデリングで、まあ、こう最初の頃はパフで少しずつリモデリングしていたものが最後はパーシスになっても AF は戻らなくなる。もし早期にリズムコントロールを行うことができれば、この上の成分はなくせるんじゃないかというのが、一応今考えられていることで、それについて、の論文ですね、ほとんど今回は。で、アブレーションの効果が乏しかったさっきのカバナトライアルという、まあ、かなりの大人数のトライアルなんですけど、まあ、この群の人たちというのは、実はアブレーション群の再発は 50% 弱にも及んでいて、かなり再発率が高いというのが一つと、発作性心房細動は 40% 程度しか認めていないので、パーシスかロングスタンディングパーシステントになってしまっていて、先ほどの図でいうとかなり右にもう時間経過的に経過してしまっている人たちに行っていたので、もしかしたら効果が乏しいんじゃないかというふうに考えます。なので今回は、時間軸でいうと先ほどの左の方にあった人たちを、に対しても早めにリズムコントロールを行ってしまってどうかというのが、これはあくまで概念的なものをベースにやっているんですか、それとも先行研究というか、その早くやったのが良かったっていうような、先行データはあるんですか？ちっちゃい試験があります。アーリーリズムでやって、少し良かったんじゃないかっていうのはあるんですけど、こういうふうにランダマイズドで大規模を始めています、うん。はい。ランダマイズドでやってて、まあ、オープンラベルでやるしかないので、まあ、それでやっているスタディデザインでした。インクルージョンのクライテリアは、チャズバスクが2点以上で、かつ1年以内の AF のドキュメントをインクルージョンクライテリアとしています。チャズバスク2点以上の条件は下記で、まあ、皆さんご存知だと思いますが、少し特殊なのは、ここら辺は、まあ、1つでも満たせば2点なのでよくて、ここら辺もいいんですけど、LVH だったり CKD っていうのが今回はチャズバスク2点の1つの項目に入ってますので、まあ、こういうのを2つ満たせば2点以上、こっち満たせば1点。2点以上という形ですね、をインクルージョンとしています。で、ランダマイズして、アーリーリズムコントロール群と、ユージュアルケアというのは今までのレイトコントロール群ですね、で、比較しようという形になっています、アーリーリズムコントロール群に関しては、ランダム化したらすぐに抗不整脈薬またはアブレーションによって、リズムコントロールを行うようにしています。パワーシスの AF に対しては、除細動を行って、まずはサイナスに戻す。で、1週間に2回、まあ、かなりすごいですね。1週間に2回ホルター、バイタフォンというホルターを使って、ワンチャンネルのものですけども、ホルターを行う。で、症状があった場合は、それにプラスして、その都度行う。で、さらに、すべての心電図異常が研究施設へ送信されて、
AF を認めたと思った場合は、リズムコントロール強化のために専門チームが直接、クリニックか病院に行って、なんて言うんでしょう、グレードアップというか、治療をさらに、進めていくと。かなり厳しい、怖い。インターベンションが始まっているというか、ユージュアルケアに関してはレントコントロールのみで治療。でただ、適切なレートコントロールに関わらず、症状がある AF が出た場合は、リズムコントロール薬をその都度使用することもあるという形でやっています。プライマリーアウトカムは、心血管腫と脳卒中、心不全増悪による入院と ACS を含めた心血管イベントでやっています。セカンダリーのアウトカムは、並べている7つで、まあ、1年間の入院の日数を見たり、まあ、実は認知機能を見たりと、まあ、幅広く見ています。セーフティーのアウトカムは、全死亡、脳卒中、リズムコントロールによる合併症を確認しています。2016年の12月までを、見ていて、大体心房細動と診断されてから、試験が参加されるまでは中央値で36日なので、かなり早い段階で治療介入が行われています。アーリーリズムコントロール群では 95% が抗不整脈薬またはアブレーションを行われてリズムコントロールされていますし、2年後の時点が書いてありますが、灰色が何の薬も使わなかった人たちですけど、まあ、2年経過しても 65% ぐらいの人は何らかしらの薬またはアブレーションを行ってリズムコントロールがされています。一方でユージュアルケア群に関してはもう 95% リズムコントロールの薬はなしで経過して、2年後においても86% ではリズムコントロールの薬なしで経過しているような分布です。ベースラインですけれども、そもそも今回の AF はどんなのかというと、まあ、今回の AF がそもそも初発というのがもう4割弱入っている、かなり早めの段階の AF ですね。パロキシマルが、4割弱なので、2つ合わせて8割いかないぐらいなので、まあ、ほとんどが初発、早めの早いところでの心房細動でした。さらに、来た時の脈はサイナスを保っている人が、5割ちょっというような状態です。うん、チャズバスクは3点少し。で、抗凝固薬は大体9割ぐらいが両方で飲んでいるような状態です。2年後に関しても抗凝固薬の内服率に関して有意差はなくて、9割弱で両方とも飲んでいます。ちょっとこの表にはなかったんですが、サプリメントにあったサボ計は43ミリ前後でした。結果ですけれども、平均 5.1 年のフォローアップを行っています。3回目の解析でアブレーション群の有効性が示され、そこで試験は途中終了しています。アーリーリズムコントロール群で、心血管イベントに関しては1年で 3.9%、メイトコントロール群で 5.0%、そこからずっと開いていって、最終的に有意差を持って、アーリーリズムコントロール群で、アウトカムの有効性が示されました。内訳ですけれども、先ほど言ったプライマリーアウトカムに関しては、書いてある通りで有益性がありました。でその他にも、心血管腫、脳卒中に関して有益差があります。SF12 っていうのは、QOL のメンタルスコアなんですけど、これに関しても良さそう。あとは、サイナスリズムを、まあ、これ当たり前かもしれないですけど、サイナスリズムを保っているのも、アーリーリズムコントロール群で良さそうというわけです。ちょっとこの、レフトベントリキュラーインジェクションクラクション、まあ、LVF の変化に関しては、これ多分マイナスついてないと思うんですけど、マイナス 0.46 から 0.91 だと思うんですが、そうだね。ちょっと逆ですもんね、もしマイナスだったら、普通にマイナスですよね。うん、そうだね。はい。まあ、後でディスカッションでもずっと LVEF が有意差なかったって話して、ずっと必死話してるので、多分間違いだと思うんですけど、うん、LVEF に関しては、実は、エアリーにコントロールしたからといって、良かったっていうわけではなかったです。しかし、ニューイングランドに投稿して教えてあげてください。無理ですね、僕から。はい。できるんですか、そういうことも。知りません。セーフティーに関しては、プライマリーアウトカムを全部コンポジットすると有意差つかなかったですが、ここで見ると、ストロークに関しては、アーリーにリズムコントロールした方が良かった。一方で、リズムコントロールの薬による弊害はもちろんですが、リズムコントロール群で多いという結果でした。特にどういうのが多いのかっていうと、
ドラッグインディストブラディカルディアが多かったです。まあ、ただこれが多いんですけど、ペースメーカーのインプランテーションに関しては有意差はなかったです。サブグループ解析していますが、全体的に一貫して何かサブグループ解析でどっちがインタラクションがつくようなことはありませんでした。ディスカッションですけれども、心房細動の初期に心血管系の疾患を併発している全ての患者にリズムコントロール療法を行うことは、5年間の追跡期間で従来のレートコントロールよりも、心血管イベントに関して、リスクが低いことと関連していました。大半の患者、今回 70% 以上の方は、両治療群とも1年後と2年後に無症状でして、2年後の左室機能の変化の大きさは両群間で差がありませんでした。ということは、心房細動初期の患者では、リズムコントロールとレートコントロールの両方が症状をコントロールすることが可能で、心機能を維持できることということも実は示されたということになります。使用点滴に対する早期のリズムコントロールの効果はサブグループ全体でおおむね俯瞰しています。これまでの試験では、心房細動を長期に有する患者のリズムコントロールを評価していたのに対して、本試験では心房細動初期に対してリズムコントロールを行っているのが特徴です。54% が登録時に同調率で、患者の大多数の心房細動の期間1年未満です。で、今までの試験は慢性心房細動患者、そのほとんどがもう心房細動2年以上続いている患者が対象でしたが、であって、さらに同調率が登録時に維持されている患者というのはほとんど実は今までの試験はいなかったというので、まあ、そこがかなり今回の試験の特徴です。リミテーションはもうちょっとアブレーションしたりするので、盲検化試験ではないということと、心房細動の初期のみの患者を登録しているので、逆に長期経過した患者に今回の話が一般化できるわけではないということです。あとは早期のリズムコントロールを行うということはかなり費用がかかるんですが、そこについては、さらなる解析が必要そうです。コンクルージョンは、心房細動初期の患者にリズムコントロール療法を行うことは、従来のレートコントロール療法に比較して、心血管イベントの発生が低いと結論付けています。以上です。ありがとうございました。チャズリスクが、まあ、比較的1点以上の高い方に対して、早期に心房細動の心房細動に対して、まあ、薬物もしくはアブレーションによる介入を行うことで、予後および心不全の転機を改善させるということでしたけれども、何か質問ある方はいらっしゃいますか。これ早期っていうのはどうやって決めてんでしたっけ。1年以内ですね、認めて。多くが1年以内って書いてなかった最後のディスカッションのところに。1年以内は70、あ、違うか。患者の大多数は1年未満であり。大多数確かに、あれ患者のほとんど、もうほぼです。絶対です。あ、そうですか。インクルージョンクライテリアが1年以内の AF ドキュメントなので。ドキュメントで、1年未満ってことですね。はい、わかりました。長谷川先生。あ、すいません。長谷川先生。はい、長谷川です。薬のリズムコントロールって何を使ってたのが多いんですかね。ここに、あれ、これっては見えてますね。見えてますね。ポイントを出しますけど。ここが一応書いてあるので、はいはいはい、我々がよく使うアミオダロンなんていうのは2割ぐらいが最初導入されてて、一番多いのはこのプレカインドですかね。プレカインドが一番多い。プレカインド。わかりました。これアブレーションがだいたい 8% で2年間だと 20% なので、ほとんどがじゃあ薬物で初期治療を開始したっていうことなんですけど、そうですね、はい、まあその最初薬かアブレーションかっていうのはその時の医者が判断するっていうことですか。そうです、はい、実はクリニックかな、ちょっと小病院も入ってるので、はい、最初のどっちにするかっていうのはもう全部そこの臨床をやってます。まあ、じゃあ最初薬で行って、まあ、ちょっとそれでも症状が強かったりしたら、まあ、アブレーションに持っていくっていうような感じ。そうです。もしということですか、ね、AF が再発とかしちゃうと、専門チームが行って、抗不整脈薬をグレードアップするのか、アブレーションするのかっていうのは、一応、不整脈の専門チームが伺って決めています。わかりました。ありがとうございます。それはもうトライアルが始まってからでしょ。始まってから。うん、はい。逆に、長谷川先生っていきなりアブレーションするんですか。
結構します。おや？いや、結構やっぱり、まあ、さっきの ESC の図でもある通り、まあ、結構その後になって困る人が結構いたりするのと、まあ、はい、一軍あんまり使いたくない人が結構やっぱ高齢の方とかも多いので、はい、先にもうオブレーションという話をしちゃいます。一軍も使いたくない高齢の方にいきなり PV アイソレーションをやると。はい、まあ、80歳以上の人とかはあんまりやらないですけど。勉強になります、ありがとうございます。はい、すいません、いいですか、質問どうぞ。これ2年介入が2年間っていうことでいいんでしたっけ？で、フォローアップが5年。あ、ですね、介入は、いや、フォローアップ中はずっとですね。フォローアップ中は、これたまたま2年間が出てて、フォローアップ中ずっとってことですか？はい。ああ、そういうことですね。いや、これ、なんか、本当かなっていうか、こんなに、こんなにアウトカムに差で、今までのスタディと確かに、まあ、違いは、ベースが違うっていうのはあると思うんですけど、実臨床と合わせてこんなにデスまで変わりますかっていうのを思うんですけど、なんか、どうですか？そうですね。確かに。ただ、あんまり実臨床、ちょっと、実臨床でこういう患者に PVI、まあ、リズムコントロールなんかあんまり実はあんましてなかったかもしれないとか思ってきてるんですけど、自分はだからあんまり見てこなかった印象で、結構自分はさっきの概念から合わせると出てもいいのかなとも思ったんですけど、どうですかね、なんかそんな積極的に今リズムコントロール戦略の先生方はやられてるのかもしれないですけど、うん、いや結構全然長谷川先生と同じようにキープサイエンスっていうのを結構、あ、そうなんですね、そう強めに、まあ、うちの病院の件数が多いっていうのもあるんですけど、結構早めに介入しちゃうことが多くて、で実際やっぱり、まあ、サイナスメンテナンスできてる方が、まあ、そう介入するかどうかは別としてサイナスメンテナンスできてる方が予後がいいっていうのは、まあ、今までもずっと言われてると思うんで、まあ、介入はしちゃうんですけど、まあ、ただでもこんなに違うかなっていうのが、なんでこんなに出てたのかなっていう感覚はありますけど、ね、でもそれこそ時々パフが出るような人ってなんでそんなにサイナスメンテナンスできてるじゃないですか。ほとんどの時間が 99% 以上の時間はサイナスで経過してて、何が悪いんですかそれ。いやそうなんですよね。いやだからそういう人に対して、いやその5年ぐらいの短期っていうよりはもっと先のことも考えてサイナスメンテナンスするんですけど、うん、でもその5年でこんなに変わっちゃうんだなっていうのがむしろ意外だなと思ったんですよね。チャズがこれやっぱ少し高いっていうところが今回キーなのかなと思って、いわゆるそのローン AF の人って、まあ、本当に初発1回だけって方もやっぱりいらっしゃると思うんですけど、チャズが高いことによって、まあ、心血管リスクも上がってくるっていうのが、まあ、少しこのスタディのポイントなのかなと思ってきました。手を挙げてます。あ、でお願いします。あ、すいません、高田です。ちょっと渡辺先生とも近いところあるんですけど、やっぱり例えばコンサルトの時に AF たまたま見つかりましたみたいなので、まあ多いのは例えば術後とか、まあ感染症がある時とか、まあ、なんかそういう二次的なものが加わってそうな時に、でもこのスタディだとファーストエピソードで、まあしかも1年未満っていうのが入ってているの で、まあ、ある程度高齢者になってくると、まあ、チャーズも普通に上がって入れるってことになると思うんですけど、そういう人になんか介入なんか自分はあまりしないなっていう印象なんですけど、やっぱりこれを受けると介入した方がいいのかなってなっちゃうんですけど、うん、そこら辺ってどうでしょうか。難しいですね。チャーズがどうしても高くなる患者が時々いますよね。そのたまたま見つけた AF にその人たちに確かにやるのかって言われると非常に難しいんで、ただ難しいです。ちょっと僕はないです。与那美先生何かありますか、どうですか。実際にその治療されてない人っていうのがアーリーリズムコントロール群にいるじゃないですか、はい、このスタディって。でその人たちを省いて実際にそのやったデータってのはないんですか。そうだね、
今回の中にはないですが、後々出てくるかもしれないけど、ここですね。何もしてない人たち。そうそう、そうです。はい。そうですね、確かに。それを省けばいいんだよね。うん、その、あ、うん、そうだよね。グレーのところだけがいきなり長谷川式ってことでしょ。いや、これは一応アブレーション入ってる。多分青じゃないですか。青が。あ、そうか、青がアブレーション。はい。だから、あの、青を除けば、あ、違うか。あ、いいんじゃない、あれ、青を除けば、はじめは、お薬介入、薬か何もしないか。あ、看板何もしないか。あ、だから、まあ、大半は、だから、長谷川以外なんじゃないの。あれ、でも、高田先生の意見は、いきなり入るかどうかを、どういう人にするかって話ですね。あ、そう、そうですね。あ、そういうことか。これがちょっと今回の話からちょっと難しいです。あんまり言えないかもしれないです、何も。二次性はフォローアップでいいのかなと思うんですけどね。その結局誘因があるので、その後再発するかどうかわからないですから。うん、そう。だこの、確かにこのスタディが、そういういわゆる感染とか、そういう二次性のエコフィブっていうのを含んでるかどうかっていうのは、なんかコメントはありますかね。特に甲状腺とか見ててそういうのはなさそうなのと、そうですよ、入院患者じゃないので多分そもそも感染そうですね、あるわけじゃない。確かに、ちょっとやっぱりまあプライマリーというかそういう感じのっていうことだとすると、まあ介入してもいいのかなっていうことなんですかね。になると思う。はい、いっていいですか。あ、かぶった。あ、どうぞ。あ、このプライマリーのエンドポイントで ACS 入れてるのがなんかすごい違和感あったんですけど、過去 のトライアルとかも多分 ACS は入ってないと思うんですけど、 AF に介入して ACS で差が出るのかっていうところで、なんか結果見ると若干介入群の方が ACS 少ない結果だったと思うんですけど、なんかその ACS に入れたこととかその後の結果でコメントありました。なかったです。ないの。ないんです、 ACS に関してないんですけど、確かに前のトライアルは ACS 入ってないんですよね。確かに先生のおっしゃる通り。でもなんかあるな、わざわざプライマリーに入れてくるってことはね。まあ、ACS 単独では有者つかなかったですね。そうだね、これ書いてなかったですけどね。なんか確かに AF に関して ACS っていうのは変な感じですけど、心血管イベント自体そのものを全部を含めて見てるんですかね、今回。心停止まで入ってますから。確かに、ね。心停止じゃない、脳卒中と、プライマリーエンドポイントは脳卒中、心血管死、ハートフェル、ACS。まあ、心臓全部ですってことだね。はい。突然しないですね。心停止ないですね。確かに、心血管死。突然死は心血管死だね。塩谷先生は？あ、すいません。さっきの渡辺先生の質問とのところでちょっと疑問に思ったんですけど、これって、まあ、結構カプラマイヤーの差が開いたように見えますけど、NNT って 年でいうと100ぐらいになるわけですよね。で、なんかそうすると、この試験のインパクトって他の試験と比べて結構すごいものなのか、それとも実は微々たるものなのかっていうのが、ちょっと疑問に思ったんですけど、そこって どうなんですかね。なんか NNT100 っていうのを見ると、なんかまあ N がすごい多かったから出た差なのかなみたいな風にもちょっと思ったりした。NNT って100になっちゃった？リスクリダクション21ぐらいだけどね、21% ぐらいだけどね。だ 5% と 4% なんで、うん、差が 1% なので、うんうん、多分 NNT100 なんじゃないですかね、ね、年で見たら。以前のトライアルは、ちょっと NLT わかんなくて、ハザードレーションだけでいくと、スレーフはすごかったって言われてるのは、ハザードレーションは 0.62 ですかね。なのでまあ。これ、例えばキャッスルだと、これ、年で0.1 ぐらい差が開いてるので、NLT10 強ぐらいだと思う。まあ、これ、かなり。なるほど。キャッスルと比べると、まあ、かなりその差の開きは少なかったってことになると思うんですよね。本当ですね、そうですね。パッと見ですけど。
あんまり確かに、ちょっと自分では注目しなかったですけど、確かにそう言われるとそうかもしれない。まあでもそれはそうだね。だって度慶賞の人でしょ。だってこの AF がドキュメントされて1年以内のなんかなんてことない人ですら、そうですよね、うん、このハードエンドポイントで下がるっていうことは、まあかなり衝撃的だと思いますけどね。これなんかその体感するのは結構難しいのかなっていう、難しいよね、まあ、こういう感想を持ったって。なるほど。はい。今日はみんな質問、すいませんっていう質問でした。ありがとうございます。高橋先生手を挙げてます。もう一個だけ、QOL ちょっと見せてもらっていいですか。QOL は、はい。一応これも改善してるっていうことでいいんです、ね。メンタルスコア改善していて、はい、ちょっとごめんこれ外します。ごめんなさい。はい、この赤いのがメンタルの方で、はい、フィジカルスコアに関してはあまり変わってない。フィジカルスコアっていうと、まあ、症状がどうかってことですね。そうですね、はい。うん、いや、まあなんかこう、心房細動起こったらもうすぐ医者が飛んでくるっていうのが5年間続いてる状況ってすっごいストレスじゃないかなと思って、開発したらどうなるのかみたいに。そうですね、確かに。かなり低いのかなっていうのはちょっと印象だったので、まああと、まあ、医者がかなり介入するから結局予後も良くなって ACS も発症しにくいとか、まあ、そういうことも関与してるのかなと。ああ、その通りですね、はい。メンタルと AF の発症とか予後って何かこれまでに先行研究あるんですか？いっぱいありますね、はい、うん。で、何がどうだってなってるんですか？あ、AF が、認知症の素因になってるっていうのは今回もいっぱいリファレンスに載ってました。認知じゃないです。メンタルです。あ、メンタル。はい。メンタルです。精神、メンタル疾患。メンタル疾患。ごめんなさい、認知症ばっか考えてました。認知症はいいです。メンタル疾患ちょっとわかんないです。柳先生どうですか？メンタルはちょっと僕も見たことないですけど。なんか、笠西先生昔やろうとしてなかった？心臓神経症と、みたいなやつ。ちょっと調べてみます。他、大丈夫ですかね。そしたら今日の MVQ をします、ね。MVQ は、白谷先生ですかね。なんかびっくりしましたけど。突然の NNT とか言い出してな。挑戦的な感じだったよね、確かに。ちょっと今後これも調べなきゃいけないなと思いましたね。消毒会どんだけインパクトあるんですかって言われたよね。した。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりになります。コロナに気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。